どうも皆さんこんにちは、リュウです。今回もドラゴンボールレジェンズやっていきたいと思います。今回ですね、何をやっていくかというと、新しくアップデートでガシャが追加されまして、伝説のスーパーサイヤ人モードのブロリーがですね追加されたわけですよ。で、今回はこのブロリーが出るまでやめれません。こちらやっていきたいと思います。一体おいくら万円かかるのかっていうね、そちらの検証を兼ねてブロリーが出るまで引いていきたいと思います。で、まあ、このキャラクターの、注目ポイントなんですけども、これ詳細ね、詳細見ていきましょう。戦闘力20万超えですよと。で、エピソードは劇場版編で、キャラクタータグサイヤ人とスーパーサイヤ人ですと。で、アーツがね、多いです。まあ、スーパーサイヤ人モードの孫悟空みたいな感じで、まあ、普通のやつプラス、ブラスターシェル、ギガンティッククロー、ギガンティックミーティアがありまして、ブラスターシェル。敵に爆発属性の大ダメージを与える。ヒット時、敵に打撃の非ダメージが 15% 増える効果を与える。さらに、ヒット時敵を 30% の確率でダウンさせると。これはね、優秀ですね。まあ、コスト変わり50ですけどね。で、ギガンティッククロー。これね、相手をね、強制交代させつつ、自身の記録回復速度を 15% アップ。記録回復にちょっと若干鉄鋼入れが入りまして、まあ、少しね、下方修正みたいなのが入ったんで、まあ、これも結構強いかなと。で、ギガンティックミティアは、これアビリティで引くんですけど、孫悟空みたいな感じでね、敵に爆発属性の大ダメージを20で与えられることができると。これ結構強いですね。で、アビリティが、今楽にしてやる。究極アーツカード、ギガンティックミーティアを次にドローすると。で、Z アビリティが、劇場版編、自分ですね、の基礎射撃防御力を 22% アップ。さらに、ユニークアビリティが両方とも結構、優秀で。威圧、場に出るたびに敵の記録回復速度を 15% ダウンさせる。うざいですね。これは結構うざそう。で、因縁、孫悟空と対峙するたびに自身の打撃余計ダメージを 20% アップしていくという。もう、絶対悟空殺すまんみたいな感じですね。で、提供割合がね、渋いですよ、また。渋いですよ。スパーキングは 5% ですよ、と。で、そのうちの割合が、通常ガシャと違うところは、ピッコロが、要はブロリーに変わってるみたいな、差し替えられたみたいな感じで、いっぱいあるわけですよ。いっぱい。一体何人の、福沢諭吉さんが、まあ、焦点していくことになるのか、こちらね、注目していただきたいと思います。でね、オープニングが取れてなくて、なんかエラーで、今、後取りしてるんですけども、結果の方ね、お楽しみにしていただければと思いますので、早速、課金スタート。さあ、まずは、現状持ってる3000のね、この決勝の中で出たら、ユキシ使わなくていいんで、お、ポット多いよ。ポットは多い。左側に一応その課金カウンターをちょっとつけとかこうかな。課金カウンターになるものを。うわ、これ弱えな。これは弱いぞ。負けろ、逆に。逆に負けてベジータ来い。逆に負けろ。負けないか。これは出ないね、多分。あ、なんかスパイク来た。お前かい。いや、お前かい。いや、お前今いらないんだよな。出るならブロリー出て。はい、一応パン君出ましたけども、正直あんまいらないんですよね。もうすでにもう4人目ってよね、パン君。ちょっとお前もいいからさ、お前もいいから、ほんとお前ハゲ、ちょっと黙ってろ。さあ、決勝のおお、スーパーサイヤ人いいよ。2戦目、まだ無課金です。今のところブロリーに関してはね、ブロリーに対しては無課金。弱えな、これ。なんならさっきより弱いぞ。スーパーサイヤ人全然ダメなんだよね。スーパーサイヤ人とは。うわ、これも弱そう。いや、引き弱すぎ。ちょっともうハゲ黙ってろって。何が限界突破じゃん。とハゲ黙ってろや。さあ、3000決勝目かな。おめえはオラに勝てねえ。ポットは少ない。スーパーサイヤ人にもならない。なんなら負けろ。負けてベジータ来い。ベジータ様来い。赤文字でも。赤文字。さあ、赤文字の演出ってどのぐらいなんだ。あ、勝った。勝ったぞ。これはまさかの無課金できるか。まだまだやれる。来た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 。これか、これか、これだ、これだ。いや、お前かい。お前かい。パンどんだけ出んだよ、ふざけんな、マジで。
さあ決勝勝ってまいりました、ここからは課金フェーズに入ります。課金のターン、まず今5000円目ですね、2000ジェム追加してきましたんで、2000決勝追加してきましたんでやっていきましょう。あ、はい、逆か。できればですね、まあ一人、諭吉一人目くらいまでは出てほしいですね。希望的観測。さあ引っ張り、赤文字いいよ。赤背景から赤文字いいよ。いいよ、こうやって期待できるよ。勝利しよう。いやー、勝てはしない。いや、弱い。それでこんな感じなん、厳しい。さあ5000円が溶けようとしております。いや、今のところ演出ゴミだよ。ゴミかす演出だよこれ。うわ、これはね、スキップしていいやつだ多分これ。あ、勝った勝った。これか、来いブロリー。いや、お前かを見せて。まあベジータ君はまあね、限界突破してくれたらちょっと使えるんでね、多分まあまだいいですけど、ちょっとできればブロリーさんをですね、早めに出していただきたい。はい、ベジータ限界突破ありがとう。さあまずは、何事も今のところ起きないまま、5000円分がね今消えてきましたけど、もう5000円分でやっていきましょう。さあもうすでに、ユキチが一人目あれだぞ、投入したぞ。まあ、5000円で2000しか決勝もらえないってもつらいですよね。これもつらいところ。5000円で5000とかじゃなくて5000円で2000っていうね、どういう計算してんの。さあスーパーサイヤ人にならない、スーパーサイヤ人にならない。かわしていく、攻撃、先制攻撃をしていく。投げて引っ張れの文字が白い。うわ、どっちにしても弱えなこの演出で。勝てもしない、これはスキップ安定案件だなこれ。はい、もう一回、そう、これで一人目の諭吉だ。これで一人目の福沢諭吉が焦点していくぞ。ポットは少ないし、スーパーサイヤになった。だからね、スーパーサイヤになったところで結局ですね、スーパーサイヤでやられてんじゃねえよお前、それ倒したんじゃねえのかお前は。文字も白いんかい。これもマジで、これあれスキップ案件ですねこれ完全に。はい、オツ、はい、オツ。とりあえずですね、一人目の諭吉が焦点いたしました。安定のね、安定の。さあ課金カウンター15000名、5000円で2000の決勝買うっていうね、ちょっと非常に厳しいですよ。5000円、15000目かな今、15000円目に突入。ボットは少ない、スーパーサイヤ人になる。それなったところでね、ちょっとね、スーパーサイヤ人の信頼度めっちゃ低いんだよね。白文字では弱い。もうちょっとやる気出せよお前。負けんのかい、そしてやる気出せや。これスキップ案件だ完全に。でしょうね。さあこれが1万5000目の焦点。さあどうだ、とりあえずここの文字が赤文字、赤文字か。赤文字、まあちょっと一緒できるけども、パイクーハンね、はいはい、パイクーハンも出ていく。まあそれはまあいいでしょう、まず限界突破するから。ただね、 SP 出すんだったらほんとブロリを出して。さあ2人目の諭吉が焦点、しそうです。とりあえず2万円目ね、課金してきました。あ、やっていきますよ。そろそろ出てくれ、そろそろもういい。やるしかねえか。あ、背景赤いいよ。そろそろお財布的にも厳しいですよ。お、赤背景からのスーパーサージでかいですよこれで。この演出がどうなるか。勝て文字、いや白文字かい、そこ白なんかい、そんなに期待させて、白文字なんかい。負けんのかい、そして。いや、これもスキップ案件だけどね、正直。まあ一応見えるけども、スパーキングさえ出んかったわ、ふざけんな。で、もうこれで諭吉2人目が焦点しに行くということですね。ポットはない、スーパーサイヤ人になる。スーパーサイヤ人の信頼度めっちゃ低いんだよね俺の中で。あ、でも先制攻撃した。
先制攻撃をしていく、引っ張っていく白文字、これは本当スキップ案件でしょうね。多分ここで負けた後にベジータ、はいオッツ、はいスキップスキップでしょうね。はいはいはい、次いきます、次いきます。さあ25,000円目、福沢諭吉で言うと 2.5 人分、野口英世で言うと、25人分が焦点しようとしております。さあやっていきましょう。スイーパー最初にはならない、ポットもない、これは弱いぞ。これまたあれか、うわ負けてる。そして先制攻撃めっちゃ食らっとるやんけ、色が白。うわこれ完全スキップ案件。はいはいはい、おっとおっと、はい、おいパクが出たの、なんで今、ま、負けたんかな。じゃあ最後やべえスキップしたけよかったわ。まあいいや、でもパイフェクヨハンだわ別に。俺が欲しいのブローリーだってば。だからおめえはオラ赤背景からのポット、スーパーサイズにはならない。からのマジで悟空ちょっとやる気出せ、そろ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 やる気出せ。何回フレーズ負けてんだ、また白文字かよ。この後に負けるパターンがあるから、最後に見よう。一応負けないんかい今度は。スキップだスキップ、はい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 、3万人目、3万人目じゃねえや、3万円目、3万人目って。野口で、あポトよ、おっやべ見たことないやつ来た、ビッグアタック来た。これはあるんじゃないか、これは来たろ、これは来ただろ。いや俺ベジータって見たことないよ、いきなり瞬殺したけども、これかこれだ、どーいって、やっぱちょっと待って、椅子から落ちた、椅子から落ちた、いっていって出たけどすごい痛い、いって腰打った。いや強これ、3万円目かな今、始まり3万円目だ。 2.7 人目ぐらいか、 2.75 人目、やったー、せてもらおう。もうちょっと他はどうでもいいわ、手間かけず他はちょっとどうでもいい。やったー、出ていく。ということでですね皆さん、3万円目でした、ブローリー出たの。検証結果、3万円かければブローリーが一体手に入るという検証結果でございました。ちょっと待って腰がすごい痛い、ということでですね、皆さんもこの、金額参考にしていただいて課金していただければと思いますのでよろしくお願いします。それでは本日の動画はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。いやーよかったー、いってー腰。